皆さんこんにちは、みやぼです。かんたです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は水属性友情コンボランキング2019みやぼ的やってみたいと思います。はい、ということでね、まあ、前回はね、火属性のをやったと思うんですけど、それの水属性版をね、今年出た2019年の水属性の中で友情コンボランキングつけていきたいと思います。はい、僕の独断と偏見です。はい、で一応説明しておく と、威力範囲、扱いやすさ、俺の偏見っていう欄がございまして、でそこで一つ一つ最大5点評価付けして、それの合計ポイントでランク付けしております。はい、まあこれ何が一番大事かっていうと、やっぱ俺の偏見ポイント、ここでかなり稼げるかどうかが、俺にどれだけ媚びを売ってきたかっていうキャラクターね、努力ね、うん、キャラクターの努力をね、はい、もう汲み取っていきたいと思います。はい、ってことでもう早速ランキングいきますか。まあ水属性ですよ。はい、今年の水属性やばい、やばいやつしかいない、強すぎる今年の水は。まあとりあえずいきますか。カルサーどう、今年の水属性俺の予想できる？俺ね、結構予想できてる。あー、じゃあ第5位ちょっと俺の頃やってよ。5位が一番むずい、なんならあ、ちなみに、ちなみにちょっと先に言う、ちなみに茨城アルファを除外しました。あうん、まあ、コピーだから。はい、理由、うん、最強だけどね、まあ、コピーなんで一応除外しました。あいつは殿堂入りです。おめでとうございます。はいはい、茨城アルファさんおめでとうございます。殿堂入りでございます。はい、ということで、なんだっけ、まあ5位でしょ。うん、5位。グリム兄弟、グリム兄弟アルファ、アルファ。まあまあまあ、まあ、じゃあ発表していきますか。正解とか言えないけど。そうやね。じゃあ第5位から発表していきます。第5位はトドロキショート。おう、はい、調教ブレスの砲撃型、そして状況評価、こちらを持っている貫通タイプのキャラ。まあヒロアカコラボでね出たキャラなんですけど、こちら、まあまず威力から見ていきますか。威力はね、調教ブレス、やはり強力、5点、調教評価もね込みで威力は5点つけました。まあ威力は申し分ないでしょということで、で範囲、まあ、範囲は調教評価も調教ブレスもまあ1方向 あるいは1個なんで、範囲は1、範囲は狭いけど威力をかなり出せるっていうふうに設定しました。そして扱いやすさ、まあね、単純にね、当たるだけだけど、魔法陣ブーストあるんですよね。最大火力出そうと思ったら魔法陣ブースト使って、魔法陣踏まなきゃいけないっていう理由もありまして、まあ、魔法陣ね、なんかちゃんと3つとか4つとか5つとか振れるの考えなきゃいけないっていうのもあって、扱いやすさ4にしました。まあね、踏んでなくても、まあ、最悪威力強いんでね、4点。そしたら俺の偏見ポイント、こちら4点でございます。個人的にはね、調教ブレスはね、結構ね、俺の普通主とかね、結構使ってるんですけど、好きなんですよね。その普通主をベースで考えたときに、これ調教評価もなかなかやっぱ強えな。しかもそれと両方ともね、魔法陣ブースト持ってくるってことでね、結構好みな印象だったんで、今、トドロキショート第5位と、今年の優勝コンボランキング、水属性で。はい。で、合計ポイントがね、14ポイントで5位でした。外したわ。外そうと思ってた。じゃあ第4位いきますか。はい、第4位、ムーアルファ。おムーアルファです。もうちょい高いかなと思ったけど、まあ結構使ってるイメージあるけどね。まず威力がね、まあ威力は、パワー型なんですけど、こいつ毒キラー乗ってくると。
ドキラ乗ると砲撃型じゃない、普通に、同じ友情コモ持ってる、ソロモンとかを超えてくるということなんで、威力は4、十分なダメージ出せるんでね、ドキラ乗ったら、まあ、乗ってなくても結構威力は出せるんですけど、威力はまあまああるのかなと、弱点に確実にヒットするわけですし、4点にしました。で、範囲、これがすごい迷ったんですけど、まあ、弱点に確実に飛んでいく、まあ、どこまででも弱点があれば行くってこと、だけど弱点なければ別に上に飛んでいくだけってことなんで、これはなんか半分の3にしました。そして扱いやすさ、まあこちらもね、当たればいいってことでね、4点。まあ5にならなかった理由としては、まあちょっと組み合わせも大事になってくるのかなと思って、まあ、毒持ちで、ね、あとパワーなんで、一応ガガガあの関係ないか、まあ、5にしたいかもなでもとりあえず4点につけたね、4点だな。扱いやすさ4点と4点と、うん、まあ鑑定性能もあんま良くないし、バカず持っちゃってるとバカだし、はい。で、俺の偏見ポイント、こちらが5点と、まあ大好き、ムーンアルファ大好きで、結構その跳爆に刺さってくる、アルカリアにしろラグナロクにしろ、あとは、ジパングとかですね、あとマルフトとかね、結構刺さってくるクエストが多いとか、大概いけるんじゃないかなってことで、まあモラルは無理だけどね、5点しました。大概結構のところいけるっていう理由、5点にしました。で、これで合計ポイントが16点ということで、まあ登録より2ポイント上で第4位にランクインしたという感じでございます。じゃあ第3位いきますか。こちら水属性第3位ですよ、いきます。第3位はグリム兄弟アルファです。おお、そこか。はい、3位に、まあ最近出たばっかりなんですけど、ちょっとグリム兄弟アルファね、俺ポロ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 出たんですけど、はい、こいつ楽にさせました、まあ、クロススティンガーね、砲撃型の、そして超絶ホーミング、はい、こちら強力ということで、威力はね4にしました。はい、まあめちゃくちゃ強いんですけどね、まあすごいなんか爆発的に強いかって言われたら、まあなんか超強ブレスには届かない威力かな、個人的には思ったので4にしました。で、範囲、まあこちらもね、なんかうまくクロスティンがね、早めに雑魚溶かしてくれれば他のところにも行くんですけど、まあ大概なんか艦隊担当みたいな感じがしたんで3点。まあ超絶ホーミングもはいろんなこと飛んでるんで、はい、3点にしました。で、扱いやすさ、まあこいつはね、本当に当たるだけでね、最高のことをしてくれるってことで5点、これつけました。そして俺の偏見ポイント、5点だ。おお、分かる、これ最近補正あるかも。はいはいはい、この目新しさで縁があったからね。そう、縁もあったし、なんかちょっとじゃ5点つけたくなったわ、つけたくなったはい、ってことでグリム兄弟アルファ17ポイント、乾杯ってことで第3位にランクインしてきたと。まあ強いっすよ、クロスティンガー。まあムーアルファとの組み合わせめちゃくちゃいいね。うん、ムーアルファと組み合わせたい。ああ、なんかできればいいね。まあ多分していくと思う。でもその代わりなんか超攻撃型にして使いたいなって感じだね。爆発ムーアルファ持ってるから、うん、はい、第2位発表していきます。第2位はノンノアルファ。はい、ノンノアルファです。はい、なるほど。ノンノアルファ、ノンアルファこちらにしました。まあ威力から見ていきますか。まず、まあ、こいつね、全敵貫通ロックオン衝撃感ですよ今年。
もう大好きな今年の友情コンボよこれは。で全敵評価、全敵録音からの全敵評価っていう全敵全敵これとんでもない話なんだよな。はい、まあこれまあだけど威力的にはね、まあそのボス火力がねすごい出るってわけじゃないんで威力は3にしました。はい、で範囲はねもう孫うことなき5点全敵だからね、これ5点でいいでしょう。で扱いやすさ、これも扱いやすい、当たるだけでいい5点。そして俺の偏見ポイント5点。お今年はかなりお世話になってる、ノンアルファはとんでもないくお世話になった。さあ合計ポイント18点と。すごいね。すごいね。これで1位じゃない。これで1位じゃないからね。まあ、ノンアルファねすごいお世話になった。まあ茨城アルファが殿堂入りしてるんでね。あれなんですけど結構茨城アルファと組み合わせ使う人は結構俺以外にも多かったんじゃないかなとは思いますね。はい、全敵貫通録音衝撃から友情コンボブーストも捨てね。この組み合わせで結構ね、非属性のところは大体回れたんじゃないかな。対応できる、ギミックも多かったんでね、とりあえずノンノアルファっていうのが今年の結構主流だったんじゃないかなって思います。個人的にはそうでした。はい、じゃあ第1位いきます。これは、ということはということはという話になってくるよね。じゃあ第1位、じゃあもう多分みんな分かってると思うんで言いますか。第1位は2019年ミヤボー的水属性優勝コンボランキングはローレロです。はい、これはね、でも違うんだよ、ポイント化するまではノンノアルファが1位だった。ああ、個人的にはね、はい、うん、ノンノアルファが1位だったんですけど、さすがにこいつはねいざ数値化するとって、まず威力っすよ。まあ間違いなく5でしょ友情にこいつは全て振り切ってんだもん、うん、だってステータスを捨てたんだよこいつはアビリティもなんかまあインワープだし、ただのもう全てを捨てて友情コンボだけに貢いだ人魚ですよこの覚悟ね、威力5点つけました。で範囲もね、まあ、評価もねただの一発じゃないですよね、超評価なんですよね、まあ、結構ランダムにね落とすんですけど、まあ、これもね範囲も広くてね威力も出るということでね、まあ範囲5っすよ、はい、で扱いやすさ、まあ当たるだけでいい簡単、うん、超簡単、待って待って、うん、で俺の偏見ポイント4点いや絶対そうだと思った今俺ゴリは指令だと思ったゴリは指令だと思った思っちゃった、あいや違うんだよ、こいつホーミング吸収で防がれるしなって、うん、まあだけど、まあ超評価は使えるんだよな。だから、まあでもちょっと不安材料があるなら4かなと思って。うん、4。で、合計がね、19。20点満点中の19点。もう優等生だ、ほんと。エリート中のエリートでしょ。あ、うん、まあだって全て捨てたんだもん、こいつは。このランキングのためだな、本当友情に全て持ってったみたいな、友情にこいつは全て持ってったでしょう、友情に全て持ってったね、こやつは。まあこれがローレライは今年友情コンボ水属性だったら一番でいいんじゃないかな、結構いけると思うね、多いしね、アルカリは友情で溶かすしな、なぜか。いや文句ないでしょう、俺ら、まあ、友情コンボだけで見たらね、まあ、ほう、うん、単純にローレライ強いっすよ
激戦ですね、水は。いや水はね、超悩んだ。で、ムーアルファ5位つったけど、ちょっと扱いやすさ4じゃねえな、これ5だな。当たっただけで4になった以来。だから同率4位にするわ。OK。うん、同率4位だな。グリム兄弟アルファと同率4位って感じ。うん、体感は5位。はい、ということで、ちょっとね、2019年水属性がすごい激戦でね、めちゃくちゃ俺も迷ったんですけど、とりあえず、ローレライさんが1位、2位がノンノアルファ、3位が、同率3位か。グリム兄弟と、まあ、グリム兄弟とムーンアルファが同率3位。用意しちゃったけど、で、トドロキショートが5位っていう感じのね、まあ個人的ランキングになりました。うん、まあみんなはね、いろいろ言いたいこともあるだろうけど、伊勢ゆりさんまあ各々ね、ちょっとランキングあると思うんですけど、皆さんは今年どうでしたか、水属性。はい、まあほぼほぼ近しい感じにはなると思うけどね、大概。あとね、入ってきそうなのがね、室外はどうしようとかね。あいつも超強貫通フォーミング18の超強メテオ、まあ、かなり強いで、バランス型でね、反射っていうところでね、そこはちょっと評価を落としたところだけど、まあ彼もちゃんと群れられればめっちゃ強いんで、そいつも入ってきそうでした。はい、あとは皆さん注目のスサノオさん、めちゃくちゃ、コネクトスキルで言われてたスサノオさんは、一応点数を発表しておきます。威力3、範囲2、扱いやすさ1、俺の偏見1。ということで、合計7点でランク外でした。全然や。お前の評価が全くないんだ。俺の偏見評価が底辺っていう。扱いやすさも1だし、もうちょっと高くてもいいけどね扱いやすさ完全俺の偏見入りまくってるね、これ範囲とかも2とか で今時期だってワンウェイレーザー友情ブースターあったところでね、今トライデントの時代なんでとか思ってしまった。はい、ってな感じで今年の水属性ランキングでした。はい、皆さんはどうでしたか、水属性。はい、考えてみるのも面白いと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。